こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですけども、結構ですね、完全保存版になるかなと思うんですが、ユニクロのボトムスを履き比べてみたというテーマでお届けをしてみたいなと思っています。まあ僕の動画の中でもですね、結構ユニクロのボトムス、いろいろとですね、ご紹介してるかなと思うんですね。まあサイトを見ていただくとわかるかなと思うんですが、ユニクロのボトムスってもうバリエーションがめちゃくちゃたくさんあるんですね。その中からどれを選べばいいのかわからないという方、すごく多いと思うんですね。またどのボトムスが似合うかっていうのは結構人によってそれぞれだったりするので、今回は僕が持っていて、なおかつですね、このあたりは大人の男性似合いやすいと思うですね、ユニクロのボトムス5本持ってきましたので、まあそれぞれの特徴と、こういう方にはこのボトムスが似合いやすいですよというところまでしっかりめに解説をしていきたいなと思っていますので、ぜひ今後の参考にしていただければなと思っています。まあ今回の動画を見ていただければボトムスの選び方がわかりました、自分にはどういった着こなしが軸足として似合うのかというところまでしっかりとわかるかなと思うので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説してますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速1本目のボトムスから皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まあこれは皆さんもお気づきの通り王道ですね、スマートアンクルパンツからご紹介したいなと思います。これはいろんな方に似合いやすいような基本的な1本だと思ってまして、特徴としましてはセンタープレスが効いていてアンクル丈であるということ、ここがですね最大のポイントかなと思います。まあ、ボトムスの中でもデニム系というのはかなりカジュアル見えするんですが、このようなセンタープレスの効いたようなパンツというのはちょっとスラックスのような大人っぽくて上品な表情が楽しめるんですね。そういった点では僕ら大人世代には非常に似合いやすい一本になってるかなと思います。まあ、スラックス調に見えますがしっかりとストレッチが効いてるんですね。このあたりがありがたくて、昔から僕はスラックス大好きで私服の中でもこう取り入れてたんですが、昔のものってやっぱりこう生地的にはスーツっぽいものが圧倒的に多かったので履き心地があんまり良くなかったんですね。ただこういったスマートアンクルパンツ、ユニクロのボトムスは基本的にはストレッチがしっかりと効いているので使い勝手もいいですね。履き心地の良さを備えているかなと思います。で、腰回りなんですけども、これ腰ゴムになっているというわけではないんですが、前にですねこのようなドローコードというですね紐がついているんですね。これでウエストのサイズを調整ができるというところが便利なんじゃないのかなと思います。ちなみに僕は S サイズを履いているんですが、ちょっとウエストが緩いんですね。ですのでドローコードでしっかりと締めてあげて、今腰が落ちないように調整をしているんですが、まあ、このような形でサイズ調整がしやすいというところも便利なポイントかなと思います。シルエットに関してはですね、太すぎず細すぎずというところでバランスがいいんですね。で、腰回りだとか、あと腿回りに関しては適度にゆとりがあるんですね。まあ、スキニーデニムなんかに比べると少しゆとりがあって、ちゃんとですね足の形が隠れるような感じになってるんですね。一方で膝から下に関してはテーパードと言われているですね、少しずつ裾に向かって細くなるような仕様になっているので、スタイルもですね割とよく見えるのがこのスマートアンクルパンツの特徴かなと思います。これはですね本当に完成度が高くて、もう名盤と呼べるようなボトムスかなと思います。まあどういう方に似合うかというと、ファッション初級者の方から中級者ぐらいの方まではカバーできるかなと思っていまして、かなり似合う人の範囲は広いかなと思います。体型に関しても痩せ型の方からややぽっちゃりめの方まで合わせられると思うんですね。ちょっとこうゆとりも適度にありますので、ぽっちゃり体型の方が履いてもですねそこまでピチピチになりすぎないというところもありがたい点なのかなと思っています。で、靴なんかはですねどういったものを合わせるかというと、まあこういったジャーマントレーナーとか白系のレザースニーカーなんかは非常に相性がいいかなと思います。もう本当にド定番の白のオールスタークップみたいなものよりは少しゆとりがあって、トレンド感もゼロではないので、少し癖があるジャーマントレーナーぐらいが一番ハマりがいいかなと思うので、トライをしていただきたいなと思います。まあ、全体的なシルエットも今シャツ着ていますが、少し緩めのサイジングのもの、ちょいゆるサイズの着こなしの中にこのようなボトムスが合わせやすいので、まずですねユニクロのボトムスの中で迷ったらスマートアンクルパンツから試着をしてみるのがいいかなと思います。これを履いてみてなんかこうやぼったく感じるなという場合には違う選択肢もありますし、なんかこれはこれでいいんだけども、ちょっとこうトレンド感が薄くてもうちょっと攻めたいんだよなという場合はまた違う選択肢があるので、そのあたりはですねこの後実物を履きながら皆さんに解説をしていきたいなと思っています。まず1点目はスマートアンクルパンツということで、一番万能で使いやすいボトムスはこれなので、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。
はい、続いて2本目のボトムスなんですが、かなりですね、太さが変わってるかなと思います。こちらは感動パンツですね。先ほどご紹介したスマートアンクルパンツに比べると、シルエットがぐっと細くなっていますよね。膝から下のテーパード、こちらも効いていますが、特にもも周りですね、ここのフィット感が先ほどよりもさらにピタッとしていまして、よりですね、綺麗めなボトムスとして見えるんじゃないのかなと思っています。そのあたりはですね、結構使い方としては、大きく分かれるところで、スマートアンクルパンツはカジュアル使いがしやすいんですが、結構この感動パンツっていうのはオンオフ両方使えるようなボトムスだと思っていまして、僕は今回ですねコーディネートはネイビーのジャケットに対してこちらのダークグレーの感動パンツを履きました。いわゆるこうビジネスカジュアルみたいなスタイルだとか、あとは綺麗めなカジュアルスタイルとしてもですね結構使いやすいのがこのような王道のシルエットのボトムスかなと思っています。僕はですねこれ一番最初に履いた時ってまだ感動パンツという名前じゃなかったと思うんですね。まあその頃はですね結構僕はイタリア系のブランドのPT だとかインコテックスのボトムスなんかを履いていたんですが、それと比べても遜色ないぐらいですね綺麗なシルエットだというところにすごく驚いたんですが、非常に細身で使い勝手のいいボトムスだと思います。ですがトレンド感がめちゃくちゃあるという形よりは結構ビジネスカジュアルまで使いやすいような王道の一本だというところは覚えておいていただきたいなと思っています。まあ、どういった方に似合うのかというと、年齢層で考えると分かりやすいかなと思っていまして、これはですね30代前半の方とかそういった世代の方だとやっぱりですねある程度ビッグシルエットに見慣れているので、かなりですね細さが際立つかなと思うんですね。ですので世代的には40代以上の方で結構タイトシルエットに慣れ親しんでる方の方がハマりがいいんじゃないのかなと思います。そしてスタイルもよく見えるので、そういった点でも使い勝手はいいかなと思います。あとはビジネスカジュアルなんかでも使いたいという方にもハマりやすいかなと思うので、まあそういった使い方が理想的かなと思いますね。先ほどのスマートアンクルパンツを試着をした際に、なんかこうやぼったいなとかすっきり見えないなと感じた方は、この感動パンツがハマる可能性は非常に高いかなと思うので、そういう方はぜひ試していただきたいなと思っています。まあどのような着こなしにハマるのかというと、ちょっとこうイタリアっぽいような着こなしですね。星葉さんだとか BR チャンネルさんとか、まあそのあたりのですねこうイタリアっぽい綺麗めな着こなしなんかが好きな方には、このような感動パンツを使っていただくというのは非常にいいかなと思いますね。先日ですねジェティアさんとコラボレーションさせていただいた時にもですね、森さんにこの感動パンツを履いていただいたんですが、やはりイタリア系のスタイルとの相性の良さというのはもう実証済みなので、まあぜひですね大人の男性に履いていただきたいのが感動パンツかなと思いますが、一方でおしゃれ中級者以上の方にはちょっとハマりづらいかなという印象があるんですね。一方でちょっとトレンド感を重視する方にはちょっとハマりづらいかなというところがあるので、そのあたりは世代ですとか好きなスタイルによって選び方を変えていただくといいんじゃないかなと思うので、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目のボトムスなんですが、今履いてるのはタックテーパードパンツですね。これまた僕の動画の中ではよく出てくるので皆さんもご存知かなと思うんですが、これまでご紹介した2本に比べると癖が強めのボトムスなので、正直似合う方が限られるようなボトムスになってるかなと思います。ちょっと概要を解説しますと、まずシルエットなんですが、ワイドテーパードと呼ばれるようなもので結構ゆったりめなんですね。腰回りのデザインも見ていただきたいんですが、タックが前に入ってまして、腰回りにはゆとりがあります。ここが結構最大のポイントですね。なので腰回りかなりゆったりしてますよというとこですね。そしてもも回りですね、ここもかなりゆとりがあります。一番最初のスマートアンクルパンツもやや太めではあるんですね、もちろん感度パンツと比べれば。ですがこちらのタックテーパードパンツの太さに比べれば、まあ可愛いもんで、これはかなりゆとりがあるんですね。まあワイドパンツと呼ばれるような種類に入ってくるんですが、まあもも回りにはゆとりがあるんだけども、膝から下に関してはそのまま太いままズドンと落ちるのではなくて、テーパード型、少しずつ細くはなっているので、そこまでやぼったく見えすぎないっていうところが、まあユニクロらしいですねワイドパンツのアプローチの仕方かなと思っています。そこが個人的には気に入ってるんですね。ただやっぱりこれっていうのはおしゃれ中級者以上の方に向けてハマるような設計になっているので、万人向けではないんですね。しかも履いたところで誰もがハマるというものではないので、まあ注意が必要かなと思っています。あとはですね、年代もですねだいぶ変わってきまして、やはりこう世代ごとにどのシルエットが周囲の方に馴染みがあるのかって全然違うんですね。本当に10代20代の人たちというのは
ワイドシルエットというものに一番目が慣れているので、そこに対して逆にこう、スキニーフィットだとか、そういったものだと、かえって違和感を感じる方も少なくないんですね。一方で、僕ら大人世代っていうのは、結構タイトシルエットの期間が長かったので、そこからこのようなワイドっぽいものになってしまうと、やっぱり周囲の方から見た時にもですね、ちょっと違和感があったりするので、おしゃれ中級者以上の方が、よりトレンド感を楽しみたい時に使うボトムスという認識が一番いいんじゃないのかなと思っています。僕自身もなんだかんだでこのようにファッション系 YouTuber としてもやっていますので、ちょっとこう、エッジの効いたものだとか、トレンド感のあるものが好きなので、ユニクロのボトムスの中では、これが個人的にはナンバーワンなんですが、ただ誰にでも似合うものではないよというところは、改めて強調をしておきたいなと思っています。まあ、スタイル的にはどういった着こなしに合うのかというと、サイズ感はやっぱりゆったりめがいいと思います。一番最初に着ていたストライプのバンドカラーシャツは、あれは僕のブランドのものなんですけども、ちょいゆるサイズぐらいにしているんですね。一方で今僕が着ているのは、H Beauty & Youth のオリジナルなんですが、少しそれよりもさらにビッグシルエットに振ってるものなので、このようにトレンド感のあるようなビッグシルエットのものとボトムス相性がいいんじゃないのかなと思います。靴に関してもちょっとポッテリとしたシルエットのものがハマるかなと思いまして、ニューバランスのスニーカーだとか、今僕が履いてるのはトレランシューズになるんですけども、サロモンというブランドのスニーカーなんですけども、こういったちょっとこうやぼったい丸みのあってボリューム感のあるスニーカーが結構相性が良かったですので、トレンド感があるものが好きな方はですね、ぜひタックテーパードパンツめちゃくちゃおすすめです。僕も合計で今ですね、黒が2本、春夏用のものがあって、秋冬用の黒がもう1本あって、春夏用のダークグレーもあって4本持ってるんですね。まあそれぐらい溺愛してるボトムスなので、おしゃれ中級者以上の方はですね、ぜひチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて4点目はですね、先ほどのタックテーパードパンツの真逆なアイテムだと思ってるんですが、ブラックのスキニーフィットデニムですね。これユニクロのものなんですが、今年になって初めて履きました。それぐらいご無沙汰してるようなアイテムではあるんですが、まあいわゆるですね、一世を風靡したようなボトムスで、このあたりは MB さんのお箱だったと思うんですね。まあ大人の男性には似合いやすいような、本当にベーシックな一本になったと思うんですが、ただ最近のトレンドアイテムとしてはちょっとこうずれてはきているので、そんなにですねファッション系の YouTube チャンネルでは出てきてはいないんですが、街ではですね未だに履いている方は非常に多いんですね。これはトレンドアイテムというよりは先ほどもお伝えした通り定番なんですね。ですので結構様々なスタイルにも合わせやすいですし、未だに使い勝手の良さとしてはかなりですね万能なのかなと思っています。僕も久々に履いたんですが、まずはやっぱりこうスタイルがよく見えますね。タックテーパードパンツって同じ足の長さでも横に広がっているので、どうしてもですねスタイルがよく見えないというデメリットがあるんですが、そのあたりはこういったスキニーですとかかなり細身のボトムスというのは足がスッキリと見えるという効果は期待できるのかなと思っています。一方で体型によって似合う似合わないがものすごく分かれるのがスキニーフィットデニムなんですね。僕はちょっと痩せ型ではあるので、このようなスキニーフィットまだ似合うんですが、痩せ型から普通体型までは似合ってくるんですが、ややぽっちゃり体型以降だと肉感がすごくですね出すぎてしまうので、ちょっとピチピチのタイツを履いてるような感じに見えてしまうんですね。もう僕もギリギリのような感じはしますが、そのあたりがですね結構人によっては苦手という方がいたりだとか、女性から見た時にちょっとこう肉感が厳しいよねと思われがちなので、注意は必要かなと思います。痩せ型の方でベーシックな着こなしが好きな方であれば、結構このようなブラックのスキニーは未だに使いやすいかなと思っていまして、ただ使い方には注意が必要で、僕の中では上半身のアイテムは少しゆとりを持たせてあげて、ボトムスでギュッと締めてあげるというスタイルでコーディネートしていただければ意外と使いやすいのかなと思っています。僕は今このようなベージュのですねパーカーを合わせているんですね。これは去年購入したビューティー&ユースのものなんですが、サイズ感ちょっとゆったりめですよね。肩も落ちていて、身幅もちょっとゆとりがあって、ちょいゆるサイズぐらいのですね、パーカーなんですが、それに対してタックテーパードパンツというのももちろん合ってくるんですね。緩めのものと緩めのもので全体の雰囲気を合わせるというのもいいんですが、
あえてメリハリを効かせるのもバランスが良くて、ちょいゆるサイズに対してボトムスを引き締めるというのも結構ですね、これまた大人の男性には似合いやすかったですので、ぜひ皆さんもですね、久々のクロスキニーというところを、このようなサイズのバランスを変えながら楽しんでいただければなと思っています。で、靴に関してはどのようなものが似合うのかというと、先ほど僕が履いてたようなニューバランスですとかサロモンですとかポッテリ系のちょいダサ系のものよりは、僕はですね、正統派の靴の方がこのようなスキニーには似合いやすいかなと思っていまして、今回はオールスタークップですね、白レザースニーカーの中では一番こう王道で誰が履いても綺麗めに見えるこのスニーカーをチョイスしました。またはナイキのエアマックス97だとか、ああいった都会的な香りがするちょっといかつめのスニーカーも割とハマりが良かったですので、そのあたりはですね、ぜひ皆さんトライしていただきたいんですが、まあ、このように2022年の段階においてもクロスキニーは合わせ方次第で結構有効活用できるよというところは、ぜひ皆さんにも知っていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目は、今僕が履いているスリムフィットジーンズですね。これまた使い勝手が良くて、特に30代40代大人世代にはベースになるようなデニムかなと思っています。先ほどご紹介したスキニーフィット、あれはですね、今から5年ぐらい前ですかね、そのあたりがもう全盛でかなりトレンド的なアイテムだったんですが、今ではどちらかというとトレンド寄りというよりはかなりベーシックなアイテムになってきてるかなと思うんですね。ただ先ほどもちょっと触れた通り、体型によってはなかなかハマりづらい方もいたりだとか、ちょっと細すぎてしまうというところでトレンド感から離れすぎてしまうかなと心配される方もいると思うんですね。その点、このスリムフィットジーンズというのはよりベーシックかなと思います。スキニーほどエッジが立ちすぎていないので、時代に左右されにくくてかなり使いやすいようなド定番の位置づけかなと思っています。体型もスキニーよりは普通体型の方とか、ちょいぽっちゃり体型ぐらいの方まではですね、カバーできるので、すごく使い勝手がいいかなと思うんですね。僕が今履いてるのは昨年購入したセルビッチのデニムなんですが、色も濃くてなおかつですね、シルエットもやぼったくなくて適度にこう細く見えるので、これだったらですね、あらゆる男性に似合いやすいかなと思っています。ですが、まあ、初級者から中級者手前ぐらいまで似合うようなボトムスだと思っていまして、中級者以上の方に関しましては、デニムの中でもワイドフィットのものだとかレギュラーフィットのもの、ユニクロにもありますので、こういったものを選んだ方がよりハマりがいいかなと思うんですが、ただタックテーパードパンツと同じか、まあ、それ以上にデニム素材なのでややカジュアルなんですよね。なのでちょっと難しめだというところは頭の片隅に置きながら、中級者以上の方はトライをしていただきたいなと思っています。まあ、このようなデニムであれば、どのようなコーディネートがハマるのかというと、結構ハマりやすいもの多いです。例えば靴に関しては今ローファーを履いていますが、ちょっとこうトラットなスタイルに合わせるような形で綺麗めなローファーを合わせたりだとか、白レザースニーカーなんかにも相性がいいです。あとは結構ニューバランスのスニーカーを合わせてしまってもあんまり太すぎないのでバランスがよくハマるかなと思いますし、結構懐は広いのがこのようなスリムフィットデニムかなと思います。上はですね、ちょいゆるサイズからジャストサイズぐらいが合うかなと思っていまして、今はユニクロのこのようなですね、スタンドカラーのシャツを合わせていますが、まあ、ちょいゆるぐらいがハマりがいいと思います。先ほど着ていたようなパーカーだったらやっぱりメリハリを効かせた方がいいので、スキニーぐらいバッと細くしてしまうか、もしくはワイドなパンツを合わせた方がいいかなと思うので、このようなベーシックなデニムにはやっぱりこう白シャツだとかストライプのシャツだとか、あとはネイビーのジャケットだとか、ちょっとトラップな雰囲気のベーシックなアイテムを合わせると大人の男性には似合いやすいかなと思うので、ぜひですね、真面目な雰囲気の方だとか40代以降の大人の男性であれば、スリムフィットデニムっていうのは間違いなく使いやすいかなと思うので、特にリジット系のものはですね、皆さんぜひチェックをしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではユニクロのボトムスを履き比べてみたということで、本当にね、いろんな種類のものを履いてみました。まあ、その中で皆さんにとってしっくりくるものが全部ではなかったと思うんですね。これはいいなと思ったけど、これはちょっとなんか違和感があるなとか、そういった風にですね、思った方が多いと思うんですね。それは人によって正解の形が違うからなんですね。僕自身はですね、今回ご紹介した中でも今履いてるようなタックテーパードパンツが一番好きなんですね。それは僕自身がトレンド感のある着こなしも好きですし、かといってトレンドに振りすぎてしまうのもあんまり好きじゃないので、そのあたりをうまくですね、捉えてるのがこのタックテーパードパンツだからなんですね。だけどこのボトムスが全員にはまるというわけではなくて、コメント欄を見てみると、なんかちょっとこういまいちしっくりこなかったんですという方もいる通り、やはりですね、年齢だとか人柄だとか
本人のキャラクターによって似合うものは変わってくるので、そのあたりが今回の動画を見ながらちょっとでも伝わったとしたら個人的にはすごく嬉しく思っています。またコメント欄で皆さんのお好きなボトムスがどれなのか、また今回ご紹介した以外にですね、このあたりもユニクロのボトムスおすすめだよっていうのがあれば、ぜひ皆さんのお知恵をですね貸していただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説したいなと思ってるんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説に関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップの方で全力で解説をしてますので、よかったらこちらも概要欄からチェックをしていただければなと思っています。またなかなか動画をゆっくり見る時間がない方のためにですね、文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を1日5回ぐらいのペースでお出ししています。オンラインサロンもですね開催をしています。こちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。